山崎まなみと申します。よろしくお願いします。はい、この YouTube チャンネルではですね、たぬきまなみという名前で活動していきたいなというふうに思っております。普段はジッポンという団体で役者、演出、脚本、あと作詞とか、あとリコーダー吹いたりとか、いろいろな活動をやっております。私本当に歴史が大好きなんですよ。こちらのチャンネルではもう歴史の素敵や楽しいところ、面白いところを皆さんといっぱい共有しながらですね、こう掘り下げて掘り下げて楽しく体感できるようなチャンネルを目指して頑張っていきたいと思いますので、ぜひたぬきまなみの応援よろしくお願いします。では記念すべき第1回目、3分でわかる幕末史というのを皆さんにお届けしたいなというふうに思っています。私結構長州が大好きなんですよ。なのでとてもとてつもなく長州から見た幕末史になっていますが、あの幕府の方が好きな皆さんは本当にすいません。それではたぬきまなみがお届けします、3分でわかる幕末史、ごゆっくりどうぞ。幕末、皆さん幕末とはどんな時代だったかご存知でしょうか。まあ、有名なところだとですね、坂本龍馬さんだったりとか、高杉晋作だったりだとか、吉田松陰先生だったりですとか、いろんな偉人さんがいるわけなんですけども、皆さんこの幕末は一体どこから始まってどこで終わったのか、これをですね今日は皆さんと一緒に最後まで見ていきたいなというふうに思っております。じゃあまずは皆さん、幕末って言ったら何を思い出すかというふうに思うんですけれども、まず最初はですねここから始まります。はい、ペリー来航です。ペリーがですね日本の裏側の方にやってきまして、日本を開国してくださいっていう風に言ってくるわけなんですよ。こんなですね、最初鬼みたいという風に言われてたペリーさんなんですけれども、このペリーさんがやってきて大変な目に日本もなってくるんですけれども、そんな中で一人なんとある行動を起こした人たちがおります。それが吉田松陰先生です。もうどんぶらこうどんぶらこうということでですね、ここあのふんどしをここにくくりつけまして、その状態でこの金子すぐと一緒に二人で船をこう漕ぎまして、ペリーさんのところにどうか自分たちを海外に行かせてくださいというふうに言いに行っちゃったわけなんですよ。だからこのところですね、ペリーさんがそんなのないですというふうに言いまして、送り返されて、それでいろんな目に遭いまして、最終的にこちら、あの松下村塾という塾を松陰先生開くことになるんです。こちらの方で高杉晋作さんや草加玄瑞さんや伊藤博文さんなんかですね、たくさんの偉人たちがこの松下村塾から出ていったわけなんですけども、この松陰先生ですね、結果こちら安政の大獄というのが起きまして、こちらで処刑されてしまうことになるんです。なんとも痛ましい事件があったんですけども、こちらのところはですねどんどん戦闘上位、その上位の方が進んできます。まず8月18日に変化したりとか、池田屋事件だったりとか、すごい痛ましい事件が起きたりするんですね。まあ、こちらもうどっちの角度から見るからいろんなことが変わってくるんですけども、でも私はもうどうしても調子よりから見てしまうので、こちらの方がすごい悲しい事件だなって思うんですけども、その中で起きたのはこちらのキーマンの変、浜辺駒の変とも言われているところですね。こちらで草加玄瑞さんが亡くなってしまうことになるんです。とっても悲しい、頑張った、おめでとうじゃない、とっても悲しい事件でございます。でもそんな中立ち上がったのがこちら高杉晋作さん、高山寺で決起します。高山寺決起をやりまして、それまでの反論をひっくり返して長州を東幕派の方にこう引っ張っていくわけなんですね。もうこれでどんどん尊上上位の活動も広がっていく中で起きたのがこちら薩長同盟が思いました。おめでとうございます。はい、こちら長州と薩長同盟を組んで、そして日本がどんどんと変わっていくわけなんです。そしてですね、悲しいことにそんな中高杉晋作さん、しっかりやってくれるという言葉を残して4月の14日に旅立ってしまいます。とっても悲しいです。でもそんな晋作さんも頑張った中で、最終的にですね大政奉還が起きるわけなんですよ。こちらですね、江戸城の無血開城というのが起きまして、血を一切流さずにこちら江戸城が奉還されて大政奉還が起きるわけなんです。でもこれでまだ落ち着きはしなかったんですね。こんな中で戊辰戦争が起きてしまうことになります。西郷隆盛さんと、あと犬の名前ツンって言うんですけれども、こちらの方で戊辰戦争なんかが起きて、五稜郭の戦いなんかが起きたりするわけです。まあ、それでもなんとかまとまって廃藩置県が起きたりしまして、日本も丸く収まって、なんとかですねこの幕末という時代が収まって、新しい明治の時代になりまして、幕末おしまいでございます。はい、まなみさんお疲れ様です。お疲れ様でした。3分でわかる幕末史、いやどうでした、やってみて。いや息が切れました。いやそれはねそう思いますよ。そうね、3分間でやっぱり愛を語るってなるとすごい大変だなって思います。あのそのページのシーン必要でしたかね、うん、これがメインだと思うの。そうなんだ。これが幕末史の中でとても一番のクライマックスだと思うから、これは大事。すごい語ってましたよね。大事。もう言いたいことはね、もっとたくさんあるんですけどね。うん。でも晋作さん噛んでたけどね。なんで噛んだんだろうね。何よりも噛んじゃいけど、ごめんなさい。ペリペリペリって言ってたよね。ペリ。やばいよね。やば
3分に、ね、収まるものじゃ本来ないですから ね、 ね私完全にあの私からの偏見が混じりまくって、あの悲しいですねって何度も言ってましたね。悲しい出来事が、でもねそれを乗り越えての幕末だから、はい、うん、それぞれね皆さんのね立場はあると思うんですけど、ね、今日は山崎まなみからの幕末史ということでね、はい、諸説あるのは理解してますよ、はい、うん、ちょっと幕末芸人みたいになってましたよすごい必死で、いやでも幕末いいよね、はい、いいです ね、 ね、まあ、これをきっかけにね調べてみたりしてくれる人が出てくるとあ幸せいいですね。またあのまなみと好みが近い方は、はい、ぜひコメント欄にね書き込みいただけたらとっても嬉しいです、はい、では次回の、はい、3分も楽しみにしています。待っててください。はい、いいね高評価お願いします。お願いします。